はい、ここからはですね、ズバリ被爆と健康の問題について考えてみたいと思います。でこのコーナーはね、川根先生の、授業風のですね、形でレクチャーをしていただきたいんですけど、その前に子どもたちのメンバーが変わりましたので、ちょっと自己紹介をしてもらいたいというふうに思ってます。そうしましたら、カナルさんから自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。兵庫県から来ましたカナルです。小学5年生の11歳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。兵庫県から来ていただきました。遠くですね。じゃあお隣、アミさんお願いいたします。東京都の豊島区から来ました中学1年生のカバキアミです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして後ろの席、白石さん。はい、東京に住んでます小学6年生の白石みのりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ席順はね、後ろにリエさんが行きましたけれども、メンバーは元のメンバー3人なんですが、そうしましたら、川根先生にですね、これからちょっとレクチャーしてもらう、ちょっとね、後ろの今フリップというか見てデータ見ていただきたいと思います。子どもたちのアンケートで、この原発事故後にですね、食品に気をつけてますかっていうのを聞いたところ、気をつけていますと答えた人は28人、気をつけていませんという人が43人というような結果になりました。ちょっとスタジオでも聞いてみたいと思います。この中で、原発事故以降食べ物について気をつけている人、手を挙げてください。あ、一人だけで、他の子は上がってますね。はい、ありがとうございます。多分ここはちょっとね、やっぱ気にしている人たちがどっちかというと集まってますからね。原発もそうなんですけど、かなり偏ってますから。で、そういう結果になっているんですけれども、川根先生、はい、今食品について気をつけている人、子どもたち、気をつけてない子の方が多いんですけども、ちょっとこれからですね、放射能被曝っていうことはやっぱりそうは言ってもみんなね、怖いなっていうふうには思ってると思うんですけれども、どんなものかっていうのちょっとレクチャーしていただけますか。はい、じゃあ、やりたいと思いますけども、まず放射能は目に見えないですよね。はい、で食べ物の中に放射能が入ったとします。食べました、味はしないですよね。じゃあ放射能がたくさん入っている肉と放射能が全然入ってない肉、ね、ハンバーグがありました、見分けつきますか。つかないですよね。じゃあどういうふうにしたらその放射能がたくさん入ってるかな、入ってないかなっていうのを見分けたいと思うんですけど、トーマ君どうですか。食べた後の話なんですけど、ホールボディカウンターとかで調べたり、あとエコー検査とかですね。そうですね、食べてしまった後はエコー検査って言ってね、ここに喉に、ね、機械を当ててどのくらい入ってしまったのかなっていうのを調べたりとか、ホールボディカウンターって椅子みたいなものに乗っかって体の中の放射性セシウム何ベクレルかって測る方法がありますね。じゃあ食べ物自身に入っているかどうかを測定する方法、アミちゃんどうですか。どうやって測る。例えば人参に入っているかどうかって。どっかに測りに行けないけど、どうしたらいい、全然わかんないです。わかんないですか。はい、一つはゲルマニウム半導体検出器とか NI シンチレーション検出器というのがあって、その食品を測る機械に入れてわかるのがベクレルなんですよね。で大阪とか兵庫で一番たくさん汚染された放射性セシウムに汚染された牛肉は4350ベクレルっていう毎キログラムという数値なんですね。で食品の放射能についてはこのベクレルっていうのを使うんですけれども、この4350ベクレル毎キログラムってどういうことかっていうと、1キロここに肉があったとします、ね、その肉が1秒間に1と数える間に4350発放射線がババーッと出る。それが4350ベクレルマイクログラム。1秒間にバババババっていう数がベクレルですね。パワー。そうすると1時間だと3600倍して、さらに24時間だと24時間かけて、それだけの放射性物質がこの中から体の内側の細胞に当たるっていうことですね。次お願いします。で、あとよくあるのね、これもそうなんですけど、マイクロシーベルトマイジっていう、マイクロシーベルトパーアワーって言ったりしますけれども、この単位があります。
これは放射線が人間の体にどんなに影響するかっていう強さの単位なんですね。一番小さい単位がマイクロシーベルト、でその次がミリシーベルト、その次がシーベルトという単位なんですけれども、実はマイクロシーベルトからミリシーベルトは1000倍大きい単位です。さらに1000倍大きい単位だとシーベルトという単位です。で1シーベルトは人が浴びるともう死ぬ単位で、2シーベルト浴びるとだいたいね100人中2人の人が死んじゃうね、覚えておいてね。4シーベルト浴びると50人が死んじゃう。8シーベルト浴びるともう100人中100人死んじゃう。で1999年に JCO の臨海事故っていうのがね、茨城県の東海村であったんだけども、その時に浴びたね大内さんなんかは17シーベルトから20シーベルト浴びたってね、そんだけ浴びると死んじゃう。で1ミリシーベルトっていうのが一般の人たちの1年間浴びてもいい許容限度っていうふうに言われる。だけどこれ1ミリシーベルト安全かっていうと安全じゃないんですよ。実は1ミリシーベルト浴びると1万人に1人とか1万人に4人の人ががん死が増えるって言われてる。そのぐらいのレベルで、それを守らないのが文科省で、文科省これ20ミリシーベルト引き上げちゃったのね。で、1マイクロシーベルト毎時っていう単位はもう本当人は住んじゃいけないレベルです。で今ここが、まあ、0.08 になってますけれども、これがシンチレーション式カウンターだったら多分 0.05 マイクロシーベルト毎時ぐらい、だいたいですね 0.05 マイクロシーベルト毎時ぐらいが普通です、もともとの日本の数値だから。0.1 になっただけでもう2倍です。で郡山市とか福島市はその10倍の放射線量が今あるということですね。はい、次お願いします。で、今お話をしたように、放射性物質が、出す放射線っていろんな種類あるのね。アルファ線、ベータ線、ガンマ線といろんな種類があります。でこちらの方が新聞なんかによく出てるんですね。でこれは全部外から放射線が浴びたらどうなるかというお話なんですね。アルファ線やベータ線っていうのはごく近くからじゃないと届かないんです。でまあアルファ線なんか紙一枚で止まります。ベータ線は薄いね金属の板があれば止まります。ガンマ線っていうのは、電磁波で X 線と同じ種類なんですけれども強い、人間の体を通り抜けるのでレントゲン写真なんか撮れるわけね。でところがこれから問題になってるね内部被曝、これはそういったセシウム137が体の中に入ったらどうなるかっていう話ですね。でセシウム137とか134、あとヨウ素131、ベータ線を出すんですよ。これね10ミリとか1センチしか飛ばない。だけど例えば人間のね腎臓というところに入ってそこから放射線を出すと腎臓の細胞を壊すわけですね。脳に入った時に脳の細胞を内側から壊すわけ。アルファ線はね40マイクロメートル、これはね細胞 3,4 個しかない。その範囲の細胞バチバチッと、電離して遺伝子を傷つけたりします。こちらはプルトニウムだとかウランから出てくる放射線ですね。実は、内部被曝のことについてほとんど放射線の専門家たちは喋りません。ほとんどの場合外部被曝のことだけでね、ガンマ線が一番危ないってみんな言うのね。で政府や自治体が測っているのは放射線を測っているでしょ、新聞とか載ってますよね。福島県でも、毎日のテレビで出てますね。あれ全部ねガンマ線の数値なんですよ。ベータ線とかアルファ線全く測ってない。確かに測るのは難しいのね、アルファ線はね。でも本当に危険なのは内部被曝ではアルファ線が一番危険。これものすごくねほんのちっちゃい範囲しか飛ばないっていうのはそこの範囲の細胞に全部エネルギーを出して傷つけちゃうから。でベータ線がその次に危険です。はい、なんかねもうとにかく内部被曝と外部被曝ね難しい話ですけど、ちょっとね皆さんも先ほどね給食の話とかも出てきましたけど、ね、どういうふうに測ってるのか知りたくないですか？ちょっとね、まあみのりちゃんが通っている文京区の、給食が今月、先月からですね、測定を開始したということで取材させてもらいました。ちょっとねこちらの方のビデオを見ていただきたいと思います。給食の計測です。
取材させていただいたのは財団法人東京顕微鏡院です。現在文京区などの給食の放射性物質の測定をしています。検査に必要な給食の量は5人分、3歳児が食べる量は1食を 455g、 5人分だと 2kg 以上になります。ペースト状になったサンプルを検査用の容器に移します。検査にはゲルマニウム半導体検出器という種類の機械を使っています。厚さ12センチの鉛に包まれた容器の中に入れ、サンプルの重量などの情報を入力したらいよいよ検出開始。容器の底に検出器がついていて16、7分で結果が出ます。はい、このような形でね、計測してるんですね。で、割とねこの計測してる給食の計測ってね、テレビでもあんまりね取材されてないのか、とにかくなかなかね取材させてもらえないっていうことが今回とってもよく分かりました。で、どこの学校がどこのあのところで計測してるのかともなかなかね教えてくれなかったりっていうことで、今ねちょっとタブーっていうかもうデリケートなあの問題になってるんですけど、実はあの川根さん、これはあの計測してもいろんなことを必ずしも計測するだけじゃダメなんですね。やっぱり検出限界とかそういう問題があるんですか。はい、多分新宿あたりだと検出限界が10ベクレル毎キログラムっていうことで、逆に言うと9とか8しか出なかったりすると検出限界以下だから ND 不検出になっちゃうんですよ。で、この間ね、先ほどあの森文科副大臣がねあの、出てきましたけれども、学校給食の食材を測るための検出器を文科省はですね40ベクレルマイキログラムまで測れるよう、いや以上測れるようにしろって通達を出した。40っていうと39まで全部不検出になっちゃうんですよ。で、実はですね、ちゃんとした機械を買えばですね 0.2 ベクレルマイキログラムとか 0.1 ベクレルマイキログラムまで測れる、ね、今もあの新米の時期になって、ね、福島県だとか宮城だとか、ね、埼玉県栃木県千葉県いろんな国の新米出てますけれども、実は福島県以外の今言ったね結構セシウム137が降ってしまっている県では検出限界が20です。それもセシウム134について20で、セシウム137について20なので合わせると40ベクレルまで毎キログラムまで不検出になってしまうっていう仕組みが今あるんですね。すごいちょっとねいっぱい今言葉が出てきたからすごい難しくなってますけど、いずれにしても中に入ってるのを検査したからといって、うん、その全部が明らかになってないから、もしかしたら微量でも入ってるかもしれないっていうことを意味するわけですよね。そうですね、はい、ね、ということで、まあ、本当にあの今川根さんに教えていただいた通りに、とにかく、まあ、体の中の被曝っていうのは外部被曝に比べてもいろんな影響が、まあ、分からない部分もたくさんあるし、あるいは、まあ、内部被曝の恐れというのはすごくたくさんあるということ で今私たちもね取材の中で、例えばあの25年経ったチェルノブイリの事故後 の、はい、あの場所のことをお話を聞くとね、子どもたちのうち元気な子どもが 27% しかいないと、ウクライナなんかはあのそういうふうにお医者さんがおっしゃってるんですね。で、これはあの事故の影響かどうか、あ事故の影響というかその放射能のみの影響かどうかというのはあの明らかにはなっていないということなんですけど、とにかく内部被曝のことは非常にもう気にしていて、授業の中でも学校の中でもそういうことを習うし、食べ物は非常に気にしていて学校でこう測れるようになっているということなんですけど、ちょっとね、まあ、あのとにかく病気にならないためには当然その免疫力を高めていかなきゃいけないということで、今回、皆さんと一緒にとにかく不健康にならないために免疫を高めて、そしてその慢性的な疾患に、ね、ならないためにどうしたらいいのかなということで、あの調理実習をしてみましたということで、ちょっとね、吉戸日和さんという、まあ、この放射能の、ね、食べ物について非常にまあ今取り組んでいらっしゃる方に習ってまいりましたので、そちらのまあビデオをご覧ください。はじめまして、吉戸日和です。先ほど書いた今回料理を教えてくれたのはオーガニックジャーナリストの吉戸日和さん。
放射能に負けない食事と自然の手当の会の代表です。まず買い物に行きました。野菜を買いに行ったのは神保町にあるオーガニックスーパーマザーズ。有機野菜や無添加食品を扱い情報公開を大切にしているお店です。今日のメニューは豆腐とレンコン入りのハンバーグ、大根とわかめの味噌汁、ご飯、そして切り干し大根のサラダです。レンコンってね、茎なんだよね。土の中にあるけど佐賀県産がちゃんとあるね。うん、ありがたく。はい、重要なのは産地をチェックすること。レンコンは佐賀県産、わかめは徳島県鳴門産、切り干し大根は奈良県産、それから農薬や化学肥料の少ない食品を選ぶことも大切なのだそうです。ではここからは調理実習に移りたいと思います。あの2枚の間にでもお家にはこう並べちゃって3つね。お肉を使わない豆腐ハンバーグでは豆腐の水切りが重要です。安全な野菜を選んでいる場合はなるべく野菜は皮をむかずに使った方がいいのだそうです。野菜などの皮に含まれているビタミンや栄養などは放射能による酸化を防ぐ役割があるからです。ただ汚染されている可能性のある野菜を使う場合は皮をなるべく厚く剥く必要があります。レンコンをすり、玉ねぎのみじん切り、ご飯、パン粉、小麦粉などを混ぜて作ります。卵とか入れなくてもね、レンコンはもうそのものがつなぎになるし、小麦粉もつなぎになるし、ご飯もつなぎになるからね。いよいよハンバーグを焼きます。ここでもなるべく酸化しないように油はあまり使いませんでした。だからうまく焼くのが難しかったです。炒め物だけではなく油をたくさん使う揚げ物やスナック菓子などは体を酸化させるのであまり食べない方がいいのだそうです。繰り返って5分ぐらいしたらもうお皿に盛っちゃってください。ご飯は土鍋で玄米ご飯を炊きました。弱火で 3,40 分炊き、次に中火にして沸騰したら塩を加えます。蓋をしてそのまま 1,2 分炊きます。弱火にし蒸気が収まったら40分から1時間炊きます。これでできてますね。このまま後で削ればいいです。そしてお味噌汁、味噌のような発酵食品は腸内の動きを高め、アミノ酸によって放射能を排出する力があるそうです。だしは干し椎茸と昆布を使います。椎茸は放射性物質を吸収しやすいので産地のチェックが重要です。すごく甘みが出て美味しくなるのね。玉ねぎは油を使わないウォーターソテーというやり方を教わりました。いいですよ、どんどん入れちゃって、どどどって全部入れちゃっていいですよ、うん、じゃあ味噌が入ったので火を止めます。はい、煮立つ。はい、最後に付け合わせとしてベイリーフと切り干し大根のサラダも習いました。切り干し大根は洗わないまま甘酢につけるだけです。つまみ食い、つまみ食い、つまみ食い。美味しかった。美味しかった。ちょっと余ったんだけどカリカリしてる。出来上がりです。これよりしょっぱい。どう？美味しい。美味しいです。味噌汁は味が効いてて、お家のより美味しかった気がします。お好み焼きみたい。意外とこの豆腐ハンバーグ、豆腐とは思えないぐらいハンバーグっぽいぐらいすごい美味しい。ハンバーグは肉を使わなかったのにもちもちして美味しかったです。今日は美味しくいただいてもらいましたでしょうか。こうやって手間暇をかけて作るっていうのはやっぱりお腹の中に入っての働きが全然違うので、きっと 3.11 前と同じようにジャンクフード食べて
スナック菓子みたいに油が酸化したようなお菓子を食べて、ケーキを食べて、あんこがいっぱい入った和菓子食べて、焼肉食べて、焼き鳥食べて、ビール飲んでって、こう後ろの方で大人たちもはたって思ってるんだけれども、うん、そういうことをしていたら、あの健康を害するだけじゃなく、ひょっとしたら生き延びられないかもしれないっていう時代に生きてるってことをぜひ自覚してほしいし、先にこのことを知ったあなた方がぜひ皆さんを引っ張っていくような形になっていただけたらと思います。よろしくお願いしますね。はい、みんな美味しそうに食べてましたけど、カナルさん、はい、ね、あのいろんなことを教わりましたけど、あのどうですか、料理体験をしてみて。そうですね、あのみんなでやったのはちょっと楽しかったんですけれども、大根のことなんですけど、あの皮が一番放射能を浴びてるって言ってたんですけど、皮ごと食べたのがちょっと内部被曝に関わったのかなと思って、ちょっと不安になってましたね。ああね、あのね、大根のね、まあ、彼女の話だと産地が安全な、計測してあったり安全なところのものは、まあ、皮を使った方がもともといいのよっていうふうには言ってたんですけど、ただもし汚染している可能性があれば当然熱くむかないと良くないっていうのはね、言ってましたよね。そうです、うん、普段ねそうしないとやっぱりねちょっと心配になりますよね、はい、これは大丈夫なのかってね、はい、思いますよね。食べていいのかどうかわからなくて、ね、アミさんはどうでしたか。すごいなんか作るの大変で、ずっと立ちっぱで大変だったんですけど、そうだよね、でも食べた時にご飯とかハンバーグとか美味しくできてて嬉しかったです、うん、家のとすごい違ってご飯がもちもちしてて良かったです、うん、そうですよね。川根さん、まあ、今回ねちょっと産地のこととかいろいろ気にしながらも作ったんですけどね、その何が良くて何がいけないのかっていうか、ね、なかなかみんなこう悩んでるんですけど、うん、ちょっとねこのこともあのおさらいしていただきたいんですけれども、はい、まずですね、放射性要素、要素131というのは甲状腺にたまるっていう、これ聞いたことあります、聞いたことある人、初めて、初耳、あ、結構3分の1ぐらいですね。でこれがあのほうれん草とかキャベツにね3月4月たくさん溜まってたんですね。あと水道水なんかからも出てきました、関東地方ではね。で要素134とか137とか、これは内臓に溜まりやすいって書いてありますけど、一番溜まるのはね、セシウムね、あ、ごめんなさい、セシウム134とか137、内臓に溜まりやすいって書いて、一つはですね、あの腎臓をやられてしまって血液に乗って脳とか心臓とかそういうところにもたまるんですね。で、こちらですけれども、はい、実は日本のですね放射線の専門家の人はセシウムはね人体に影響ないって言ってる人たくさんいるんですよ。ところがこのユーリ・アイ・バンタジェフスキーさんっていうベラルーシのお医者さんなんですけれども、この人が、放射性セシウムが人体に医学的生物学的影響っていう本をね、日本人の方が翻訳されて12月10日昨年12月10日に出版されたんですけれども、はい、この中にきちんとそのあたりのことが書いてあります、うん、セシウムが、腎臓を破壊して、それから血液に乗ってしまって心臓や、脳にまで行くっていうことですね、うん、でこれが日本原子力研究開発機構というところがね出した発表なんですけれども、セシウム130はこんなに広い範囲ね汚染されてるんですね。だから一つはね、しかもこれはね3月12日から5月1日までだけですからね。でカナルちゃんがおっしゃった大根の皮大丈夫かな、まず基本はここは避けた方がいい、うんうん、やっぱりこういうところのやっぱり皮はやっぱりしっかり剥かなきゃいけないし、先生なんかはやっぱり学校給食にこの地域の食材を出しちゃいけないと思うね。で森副大臣なんかが言ってたのははっきり言わなかったけど、少しでもね一ベクレーでも出た食材は学校給食に使わせたくないっていうことを言いたかったんだと思うんだよね。だからそういうふうにした方がいいと思います。次お願いします、うん、でやっぱね一番危険なのがねキノコと山菜類で、キノコなんかはですね根がないの知ってる、キノコって、うん、人参とかキャベツみたいな根がないんですよ。でも非常に菌糸っていうカビの仲間みたいなやつはこの
傘の後にの下にこう広がってる。でそこから胃をギューッと吸収して傘のところで水分蒸発させて、またギューッと吸収して傘の水分濃縮される。だから落ち葉とか腐った木よりもキノコの中の放射性セシウムの濃度が高いんです。だから絶対もう今お先生たちが食べちゃダメ。大豆とか豆類なんかも吸収しやすいし、実は牛乳が結構ね濃縮されるんです。で要素なんかを貯めるのはやっぱ牛乳で、チーズとヨーグルトだったらヨーグルトの方がたまるから、チーズの方がまだ少ないです。で魚や肉は内臓にたまります。で魚のね、まあ、骨にストロンチウム90っていうのがたくさんたまるので、これからやっぱりね太平洋側のね魚っていうのは骨まで食べちゃダメかなと思います。でキャベツの皮は表面の皮3枚ぐらい絶対捨てなきゃダメですね。で野菜の茹で汁とかこういったスープはやっぱ捨てなきゃいけない。最後お願いします。で実はですね、毎日1ベクレル食べてるだけでもこれ700日後にはだいたい200ベクレルぐらい体がたまる。でも10ベクレル貯めていくと、10ベクレル毎日食べてると2年後270、1400ベクレルまでたまるっていうのが ICRP 国際放射線防護委員会のデータからも分かってます。だから本当は0ベクレルが君たちにとってはいいんだと思います。ね、このね今見せていただいたのを見ては一遍でバクって食べるんだけど、毎日こう蓄積わずかでも蓄積しちゃうと将来的にねこうあれだけ溜まってしまうということなんですけれども、で、まあ、みのりさん今の話を聞いてどうですか。なんかこう内部被曝のことについてって、ね、食べ物の関係ってなんかどういうふうに感じました。いつもなんか学校給食とかもうちの学校とか学校給食とかあとみんな水筒も最初持ってきてたんですけど、だんだん持ってこなくなって、水道水飲んでる子はそんなにいないんですけど、でもやっぱりそういうちょっとずつのものでもこうやって大きくなっていってしまうから、だからやっぱりちょっとそういうのもしっかり自分たちで決めていかないと、ちょっと学校だけに任せっきりだとか区に任せっきりだとかだとちょっとやっぱり自分たちの将来のためにもなんか考えていかないとなって思いました。うん、というようなことでね、やっぱり、ね、これからの将来のことを考えるとちょっとあれですかね、自分たちの中でも意識していく必要があるってことですかね。やっぱりもう大人だけに任せない、やっぱり君たち自身がやっぱ子どもでやっぱ考えて調べて行動していくっていうことが必要だと思うし、大人にこうしてっていうね、さえ文科副大臣に言ったような行動が僕は必要だと思います。うん、でも今ねこのテレビでこういうことやってますけど、やっぱりこう風評被害でねなんかこう影響があるからそういうことを言えない雰囲気っていうのがすごくあって、うん、私も今回すごくまあ悩むというかね、ここのものは食べない方がいいですよってこう言いづらいんですけど、やっぱり子どもだったらやっぱりあの地域はやめた方がいいですよねっていうことを大人としてははっきり言わなきゃダメっていうことなんですかね。うん、どうですか天宮さん、そこら辺。いやすごい難しい問題ですよ ね。ただ本当にその食品だけ見てても、うん、何食べていいか本当分かんないですよね。うん、その魚も肉もとか、うん、そうですよね。だから海にもね漏れてるし、だから本当に、うん、まあ、場所だけじゃなくて、だから結局トータルでいい、なんていうんですかね、まあ、ちゃんとした、まあ、3食しっかり食べるとか、結局体を自分たちでもう守っていくっていう意識を持つっていうのがやっぱり一番重要なんですかね。なんか一番嫌なのはやっぱりその汚染された食品がどこに行くのかってなると、うん、どうしても貧しい国だったり、はい、まあ、国内の貧しい人のところに行ったりとか、うん、絶対またそういう問題が出てくるので、うん、すごくもういろんな矛盾がもう食品の問題だけにしてももう噴出してますね、今まさに。うん、本当ですね。だからここは本当に単純に言えないところもあるので本当に悩ましいんですけど、まあ、この問題を解決、まあ、私たちもしないといけないんですけど、まあ、皆さん子どもたちが、ね、抱えていく、まあ、これから本当にずっと抱えていく問題だと思うので CM を開けて、まあ、このタイトルの私たちの未来は大丈夫なのかっていうことをちょっと本当に最後まとめとして、ね、議論したいと思います。では CM です。